不二家がこんなの出してたんですよ。わかります？これボムチョ不二家のお菓子に失敗作はないので食べてみましょうよ。いただきますね。なんかね、いろいろ書いてあるんだよこれ。月っ腹に炸裂、食べたらわかるこの食感、かっこいいね。なんかね、あとね、なんか書いてあったよ。すごい、いろいろ書いてあるのかな。外側はコーンフレーク、ミルクチョコレート、中は3層バニラクリームと4層ウェハース。これ絶対うまいやつやん。知らんけど。ASMR 楽しめる耳のごちそうチョコやでって書いてある。あ、おい、いただきます。こんな感じ、こんな感じね。こんな感じね。これはコーンフレークが散りばめられている。いただきます。うん。ああ。うん。パリパリいってる。ジャクジャクいってる。うん。わかりました？確かにね、この頭の奥で鳴り響きますね。これいくらでもいけちゃうな。これがね、多分ね、なんだろう、中がウエハースなんで口当たりは軽いだけど、噛むとコーンフレークが入ってるからジャクジャクいけると。うまっ。待ってよ、俺子供の時からさ、不二家のウエハース大好きで食いまくってたからね。懐かしいよ。食べてみてください。